堺大橋は、茨城県佐島郡堺町と千葉県の田市、関宿大町の間の曽根川を渡る、主要地方道茨城県道、千葉県道17号欠場の打線の橋である。日光脇街道場の茨城県西地区と、千葉県北西部を結ぶ重要な橋の一つで、橋長569.9メートル、福音7メートルの連続プレートガーダー橋である。 1964年2月12日に有料橋として供養開始。1977年10月20日に無料開放されると同時に橋の管理は茨城県知事が行っている。すぐ下流側には1973年に完成の速度橋がある。境町側の橋詰めには国道354号と接続する変形交差点や道の駅境、境。 ショッピングモール、温泉施設がある。野田市川には、石屋土壌を再現した、千葉県立石屋土壌博物館や、利根川の水を江戸川ではなく銚子川に誘導し、江戸の水害防止や、水運の瓶を図った堤防の棒出し跡がある。元橋の混雑緩和のため1990年、下流川に、下唄根大橋が建設された。 堺大橋1964年2月12日土木学会附属土木図書館 AB 堺大橋の管理協定茨城県法第6597号 P7 三大夫婦が渡り染め堺大橋関宿橋開通5000人の旗行列も朝日新聞 P 長官千葉版道路の共用開始茨城県法号外 P1 ありがとうございます